ロシア、中国人の入国を禁止。本日、ロシア政府が中国において COVID-19 の感染が拡大しているとして、当面の間、中国人の入国を禁止すると発表しました。この COVID-19、残念ながら現在も中国において感染が拡大しておりますので、 日本政府には、地域を限定した入国拒否ではなく、中国全土に対し、早急に入国拒否を実施していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました